のサイン通りです。打った感触は FM 小座が浮かびました。素晴らしいピッチングでしたね。強気で攻めました。勝利の瞬間はヒッティングチャンスが浮かびました。将来の夢を教えてください。甲子園、プロ野球選手、メジャーリーガー、 FM 小座、水曜日午後7時ヒッティングチャンス。始まった、あ、始まってるね。ククルバナとは宜野湾市大山にある就労移行支援事業所。こんにちは、皆さんお元気でしょ、でしょうか。みんなで就職目指して訓練するところなのだ。始まりました、ククルバナスタジオ。せーの、略してククスター。ククスターは毎週金曜日11時30分から12時生放送でお届けしております。本日のお相手は私、崎浜修馬と宮地理香と上地篠と与儀奈々です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、はい、私ちょっと、あ、その前に、その前にちょっと一個いい、はい、本日ですね、上地さんが初出場なんですよ。っこっちの方が大事、修馬さん、はいはいはい、初出場だから多分めっちゃ緊張してるから隣でね、はいはいはい、そこはね、メインパーソナリティの修馬さんが緊張をほぐすような形でお願いしたいと思います。はい、じゃあちょっと緊張をほぐすためにね、うん、笑う練習をしましょうか。あ、修馬さん、もうちょっとマイクに近づこうかな。あ、じゃあ私がどんどん笑います、うん、マイクに音が入ってない、うん、マイクもう持ったらいい。私がね、どんどん、笑いますから、どんどんそれに続いて笑っていってください。あは、なるほど、うん、ニッパーはい、次、ニッパー、上地さん、せーの、ニッパーなんじゃこりゃじゃあ、よきさん、せーの、はい、あ、ニッパーなんでもいいよ、ニコでもいいよ、ニコ、ニッコ、ニッコニー、うん、はい声が笑ってね、声が、はい、本日のテーマを修馬さんお願いします。ちょっと、もう一回ね、はい、これ放送事故、話をまとめつけましょう。放送事故ですよ、修馬さんのね、ちょっと待って、どっちが話すか、どっちが順番。本日のテーマは新生活となっております。待って、話す順番なので、皆さんの新生活、新しく始めてみたいことなど、言葉、メッセージ、コメントお待ちしております。ちょっと待って、整理つけよう、整理つけよう。あの、言葉どっちが話すの今。ん、いつも通りだよ。いつも通り、うん、いつもこんなに言葉ぶつかってないよ。いつもだよ。話すタイミングこんなにぶつかってないよ。修馬さん、時間があるので次行ってよろしいでしょうか。はい、ククスタではメッセージを募集しています。募集しております。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、はい、ファックスは 098-934-8653、うん、098-934-8653、はい、8653。また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています、はい、FM コザのホームページから見ることもできますので、そちらでもお楽しみください、うん、はい、ツイッターも連動していますので、そちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。つい、そうですね、ユーストリーム、世界中の皆さん今見てますでしょうか。ククスタです。はい、それではね、本日のテーマ、新生活、行ってみます。あ、そうですね、ところで思ったことがあるんですけどね。あ、あのね、志麻さん、マイクに近づこうかな。うん、うん、声がね、たまに入ってない、切れ切れになっちゃうので、ね、あ、聞こえるかな。あとね、順番的には曲に行きたいので曲ごめんね、うん、曲に行ってもよろしいですか。はい、本日の曲がですね、志麻さんが好きなアーティストの平野綾さん、うん、声優のね、すごい第一線で活躍してる、はい、平野綾さんのラブガンをかけたいと思います。どうぞー。だらだら、
届いてるよ。そうなの？あ、ごめんね。まあね。鈴木だ。大丈夫ですか？はい、お届けしている曲は平野綾さんで、はい、ラブガンです。ラブガンです。いいね、シューマさんこの歌大好きなんだね。そうですね、この平野綾さんね、ちょっと平野綾さんの見た時の話をするんですけどね、ライブで見たんですよ、ライブに行ったってこと？ライブに行ったことあるんですよ、うん、もうそのね、元気だよっていうことを教える、元気っていうものを教える師匠ですね、もう平野綾さん、ちなみに植地さん、ラブガンじゃね、平野綾さん知ってますか？声優さんですか？あ、はい、声優さんの、声優さんですか？知ってはいるみたいですね。よかったね、シューマさん。え、私より知ってた、声優さんだったですか？え、本当？リカさん、ちなみに平野綾さん。あ、すみません、最近ちょっとアニメとか見ないんで、ま、ですよね、まあ、分からなくて当然です。分からないですよ。大丈夫ですよ。まあ、まあね、よく手足をバタつかせて元気を振りまく人と、そんなんでいいんだ。あ、そんなんでいいで、私その人見た時ね、帰りの星空、新しい星が何個も生まれたんじゃないかなって思うぐらいの元気をもらいましたね。おー、なんかそれぐらいのインパクト。かっこいいね。かっこいい？うん、やったね。いいね。いった、いいでしょ？いいと思うよ。まあそれぐらいのね、人に影響を与えることができた、私には影響を与える人ということでした。なるほど。はい。はい。じゃあ皆さんですね、本日のテーマが新生活なんですけど、新しく何か始めてみたいこととかありますか？ちなみにシューマさん何かありますか？あ、私ですね、ちょっと街を観察してちょっと物語をつけるっていうのをやってみたいなと思いまして。うん、なるほど。シューマさん、マイクに近づこうかな。はい。もうマイク持ってたらいいよ。マイク、うん。そうですね。あ、例えばね、ドライブしてる最中に電柱があるじゃないですか。うん、電柱、はい。うん、例えばあの電柱が話してるとしたら何を話してるのかなと。うん。あ、こんにちは。あ、話に集中しようかな、崎山さん。ね、今ね、目の前ギャラリーを通ったけどね。そうそうそう、話に集中しましょうか。はい。で、あのそのね、電柱の声を聞いてみたんですよ、うん。で、何を言ってるのかなって私がまず第一声に思ったのがね、腰痛がきついっていう風に電柱が言ってたように聞こえたんです。聞きたくねえ、そんな声。腰痛がきつい。電柱が。うん、だってずっと立ってるから腰痛がきついんや。あ、そういうことね、そうすごいな、リカさん納得しちゃうんだ。すごいな。いや、ずっとまっすぐ立ってるのもね、人間様でも楽的はまへんからね。あ、そうですね、団長さんもそんな風に感じてはるんかねって。すごい、みんな心優しい。すごい優しいね、うん。あと共感できる人がいるとは思わなかったね。よかったね、中岡、シューマさんはじゃあ新しく、なんだっけ、見たものにストーリーをつける。ストーリーをつける。なるほど、うん。ちなみに植地さんは何か新しく始めてみたいこととかありますか？ゴルフと話し方講座と料理教室。結構幅広くやっていきたい感じなんですね。ゴルフは何かやろうって思うきっかけとかあったんですか？知り合いがゴルフが好きでやってみたいなと思って、うん、かっこいいなと思いました。すごいね、ゴルフか、渋い、なんか渋いね。あと話し方講座っていうのはどんな感じの話す練習、コミュニケーションってことか？はい、そうです。あー、おー、シューマさんね、コミュニケーション能力高いんじゃない？いや、なんかコミュニケーション能力っていう言葉つけたらなんかかっこよく見えるね。うん、かっこいいね。シューマさんね、はい、誰から構わず話しかけに行くからね。あ、そうそう、コミュニケーションね。人見知りとかもね、あんましないからね。そうです。うん、めっちゃしますよ、人見知り。あ、そうなの？うん、人見知り今するなっていうタイミングがあるんですよ。でもリカさんもお話上手ですよね、とっても。あ、そうですか、ありがとうございます。言葉遣いもいつも綺麗なので。あ、そうそうそう、本当社長の言葉を使うんですよ、リカさんが。植地さん、リカさんから習ったらいいですよ。はい、コミュニケーション会話教えてください。あ、習ったらいいですよ。いや、私にも教えられるものありますよ。お、例えば？例えば相手が近づいてきます、うん、抱きつきに行きます、まず第一歩。はい、アウト。はい、そこでアウト。いや、ずっとね、くくるばな、これおかしい、これおかしい、離れて離れて言うけどね、これずっといい、いいよ、これいいよ。すぐ仲良くなれるよ。でも相手にもよると思う。いや、相手、
どうですか、代々木さん、その相手としては、抱きつかれる相手としては、丸ですか、×ですか。私は×ですね。あ、丸ですか。×ですね。丸で、×って今言いましたね。大きな声で×って言いました。丸でいいじゃないですか。そうそう、なんなら体で×作りましょうか。いや、でもいつもね、笑ってる、なんでしょう、これ、その間、それで、そのおかげで私ね、うん、このラジオうまくいってるんじゃないかなと思ってるんですけどね。どのおかげで。私がいつもこうやって近づいた結果、うん、このラジオがうまく話せてるんじゃないかなと思ってます。恩着せがましいな。はぁ。恩着せがましいな、崎山さん。いや、もう打ち合わせの時でも言ってましたけどね、うん、ほら、猪木さんの背中たたき。アントニオ猪木、うん。はいはい。あれと同じ効果があるんじゃないかなと私思います。こう、そうかな、はい。こうでしょ、うん、あの相手がいて、うん、抱きついて、うん、わ、気合が入ったと、うん、そういう風になるんじゃないですかね。気合を求めてる人にはね、私はね、ほら、気合求めてないから、シウマさんに。気合入る瞬間あるんじゃないですか、ヨキさん。どんな瞬間というか、いつも朝気合入ってくるじゃないですか、ここに、あの仕事場に。そうですね。はい、リカさんは何か、新しく始めてみたいことですね、うん、あのペット OK の物件に住んで、うさぎを飼ってみたいです。あ、うさぎ、うさぎかわいいですね。はい、ピーターラビットのね、うん、あの身近に見られるっていう感じで、うん、うさぎって育てるのなんか難しいとかないです？うさぎはね、はい、あの1匹だけならいいんですけど、はい、あのメスとオスと入れて、うん、あのもしもですね、はい、あのうん、メスが妊娠して赤ちゃんを産みますよね、はい、そしたらオスとメスを引き離してくださいって言われるんですよ、はい、というのはオスがあのメスがせっかく産んでくれた子を食べたりとかね、はあ、そういうことを残酷な しがちなもんですから、うん、でそうでなくてもオスがあのメスおよび子供のうさぎ、子供子うさぎにちょっかいかけたりするらしいんですよ、でそれを防ぐっていうこともあるんですって、はい、そうですか。結構勉強になりましたね。あのそうですね、うさぎ言うとみんなはんね、かわいいかわいいってもうそれだけしか思わんみたいですけれど、うん、はい、結構恐ろしい一面もあるんですよ。そうですね。あ、それを皆さんコメントメッセージ来てるのでちょっと読みましょう。今のリカさんにコメントする方が先じゃない？ソーリー。まあまあコメントに行きましょう。そのコメント読んでください。はい、すみません、ちょっと読みましょうね、はい、マーデーさんから、はい、先ほどシューマさんがあのニパーって言ったじゃないですか、はい、シューマさんが先ほどニパーって言ってましたが、もしかしてフルでリカネタですか。あって、よかった、知ってた。よく知ってますね、日暮らしのね、リカちゃんの。そうそうそう、ニパーですよ。そうだ、日暮らしって言ってもね、日暮らしちょっと怖すぎるから、ここであんまり話したく、あのホラー感ここにちょっと持ち込みたくないっていうのがあってね。そうだね、多分ね、植地さんとリカさんも、ね、知らないと思うのでね、はい、うん、知らない話は避けましょうか。どうする、やりたい。ちょっとね、ちょっと今回の話とは違うかな。あ、素晴らしい。そうそうそう、シウマさんが軌道修正を行いました。はい。そうね、うん、うん、うん、どうした、あ、じゃ、何、シウマさん喋りたいって顔してたから、なんか喋るのかなと思って。あ、そうそうそう、ちょっとね、思ったことがありましてね、うん、いつもクックスター11回やって、今日で21回ですか、うん、びっくりした、11回って言うから半分にも見たね。はい、今回で21回目ですよ。21回ですよね、うん、ちょっと思ったことがあるんですけどね、はいはい、私メインなのにど真ん中に映ってるのがね、容疑さんなんですよ。映ってる、うん、ど真ん中に、周りにど真ん中いつも映ってるのが容疑さんなんですよ。ユーストリームの話ね。はい、あ、まあまあ、そうそうそう、映像に騙されないで、シューマさん。あ、そうですか。あなたがメインならあなたがきっと輝けるはずなんですよ。映像に騙されちゃいけません、ね、見てください、植地さん。何ですか、容疑さんの顔輝いてますよね。テカってるってことかな。輝いてます。よろしい、よろしいで、いいよ、シューマさん、映像に騙されちゃダメだよ。映像、確かにね、ユーストリームの半分の上を私が占めてますけど。でしょうでしょうでしょう、占めてますけど、はい、あなたがメインだから、はい、きっとあなたが輝けるんですよ、どの場所にいてもね。何それ、弁護士か。そうそうそう、弁護士。弁護士、弁護士こんなこと言うかな。どこにいたって輝けるよ、シューマさん。まあ、とにかくね、うん、あのカメラね、うん、全員を映った一つの、上からのカメラ。あ、シューマさん、あのね、人数が映ったカメラみたいな。ラジオだからあんまり映像の話やめようかな。いや、ユーストリームがあるんですから。見てる人はわかるけど、もしかしたら音だけで聞いてる人にはちょっといまいちイメージがつきづらいかもしれないからさ、うん、あ、そうですか、うん、へえ、じゃあユーストリームやめちゃいますか。はい、次に行きたいと思います。ほら見てみ、やるって言った。この女一人詰め し続けるつもりだ。シューマさんがだってふざけるからこっちが直していくんだよ。はあ。いや、あの、やろうよ、3人でカメラ。司会やってごらん、シューマさん。私、
ちょっとゲスト側に回るよ。あ、もう自由に喋るからね。私一切軌道修正しないよ。はあ、働かないって、それはそれは違うよ。それは違うよ。あ、はい、こんにちは、春うらら。沖縄は寒い冬から春を飛ばして夏に移りそうです。この今日もこの頃さあ、ゲストの方はこの方です。どうぞ。植地さんです。よろしくお願いします。あ、植地さんね、よろしくお願いしますの発音がとてもね、親しみやすいということで、親しみやすい発音でした。親しみやすい発音でした。じゃあ次、リカさんです。はい、宮地リカです。よろしくお願いします。あ、リカさんといえばね、特技がありますよね。ピーターラビットのお話が大好きだそうで、そこからなのかな、あの絵本作家になったのは。あ、はい、そうです。まあよくご存知ですね、ピーターラビットのファンっていうこと。あ、そうですか。エプロンが、そうですね。あ、ちなみに私ピーターラビットの話知らないんですけど、どんな話なんですか。ピーターラビットですか。はい、あのいたずらのワンパクウサギが、はい、マグレガーさんっていうお百姓さんの畑勝手に忍び込んで、はい、あのマグレガーさんに追っかけられて、はい、命からから逃げていくという、うん、まあそんなお話なんですね。あ、そうですね。かわいいいたずら小ウサギの物語ということで。あ、ほかほかするんですね。あ、ここあの見ていてほかほかするんですね。心がほかほかしますということで、はい、おっしゃりたかったんですね。はい、へえ、そうですね、心ほかほか。それでいて、あれ、マグレガワさん、え、ピーターラビットさん叩かれるんですか、最終的に。ピーターラビット、マグレガワさんからの畑からうまいことなんとか逃げ出して、うん、逃げ出して、マグレガーさんから叩かれたりと、うん、いうことは ないです。え、あ、よかったです。捉え方によってはね、それでした。捉え方によってはもうホラーでしたから。ホラー、ホラーですよ、もうホラー。あの残酷死刑物語とかそんなことをご想像なさったんですか。まあそんな感じのものをね、ホラー&あの可愛いと見せかけてホラーなのかなと、そういった話なのかなというのを思い出しましたね。はあ、はい。で、リカさん、はい、こんな話が好きなところは何ですか。そうですね、あのピーターラビットのいとこのベンジャミンバニーのお話っていうのもあるんですけれども、はい、あの、マグレガーさんちの畑でね、はい、あのピーターが逃げるときに靴や服を置いてきちゃって、はい、その靴や服を取り返しにベンジャミンと一緒に出かけるんですよ、はい、でマグレガーさんがいないから今日はいいわいいわと思っていたら、はい、あのマグレガーさんが飼ってる猫にね、はい、遭遇して、はい、大きなカゴを持ってきて、はい、ピーターとベンジャミンその下に隠れるんですよ、はい、で、おー、かわいいですね。ところがその猫がなんと5時間も居座りましてね、カゴの上に、はい、で、ベンジャミンバニーのお父さんが、あの、うん、とうとう探しにやってきて、あ、その後どうなるんでしょうかと。その後あの猫を、うん、あの温室へ閉じ込めて、うん、で2人を助けてくれるんですが、はい、2人に対するお仕置きも忘れませんでしたと。わー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 、 2% やろうとかなと思ったんですけどね、ちょっとできませんでしたね。2% はちょっと効きませんね。2%じゃねえか、怒ってますから、ね、ベンジャミンバニーのお父さんも、ね、お尻痛でしたね。お尻痛、そうそう、そちらの方です。そうですね。で、そのリップカーさん、どんな本はどんな本書いてるんですか。あ、そうですね、はい、沖縄のあの糸満市にある白銀堂の、はい、っていう神社のですね、はい、意地が出たら手引け、手が出たら意地引けっていうね、はい、その言葉を、クガニ言葉を書いた石碑があるんですよ、はい、おー、でそれにちなんだ物語も作ってます。あ、結構歴史詳しいんですね。はい、終了。いや、まだ植地さんがありましたよ。植地さん長いな。そう、もう植地さん、ピーターラビットはもちろん知ってますよね。うん、なんとなく、ああ危うい感じなんだね。あのクッキー3分料理にクッキングに出てくる、あの可愛らしい牛のうさぎのうさぎのキャラクターです。あの CM にも出てましたね、はい、あ、沖縄でも流れてましたか。はい、もうなんだこれ。へえ、なんか来てますね。リカさんがね、いかにピーターラビットが好きっていうのがすごい伝わりました。ピーターラビットに出てくる小豚のルビンソンが好きって、ね、はい、はい、じゃあ皆さんそろそろ一旦 CM に行きたいと思います。次、はい、CM でーす。そう、 CM でーす。もう終わり、まずいな。ルバナ
何するところ？就労旅行支援事業所って就職に向けた支援や訓練するところなんだよ。すごいね。でも大変そう。スタッフはみんなアットホームで楽しそうさ。いいね。話聞いてみよう。お問い合わせは 898-6901。 心から話、心から聞き、心から笑う就労移行支援事業所ククルバナ。ククルバナって知ってる？ククルバナ？何するところ？就労移行支援事業所って就職に向けた支援や訓練するところなんだよ。すごいね。でも大変そう。スタッフはみんなアットホームで楽しそうさ。いいね。話聞いてみよう。お問い合わせは 898-6901。 心から話、心から聞き、心から笑う就労移行支援事業所ククルバナ。はい、あ、後半戦です。皆さん後半戦です、はい、植木さんちょっと喋ってないですね。シューマさんが聞かないからじゃない？あ、そうですね。あ、じゃあどんどん植木さんに質問していきましょう。どんどん質問してったらいいよ。はい、じゃあ植木さん、自己紹介をお願いします。今さら今さら今さら、あ、今さらですけどね。植木しのぶさんです。部はいらないです。しのさんです。はい、漢字で書いたらしのぶなんですよね。うん、違いますね。全然違った。しのって2文字ですね。あ、しのさん、ひながらで、うん、漢字でしの志に、ね、はい、のがどんなでしたっけ。あのどんなでしたっけ、このラジオだからその指見えないんですよ。あ、まあしのさんです。乃木坂のです、ね、どこにも部は入らないんですよ、うん、で、あ、このまま続けましょう。最近あった嬉しいことというのはどういうことですか？たくさんの人と出会うことができました。わー、素晴らしい。拍手しちゃいましょう。もうキラキラしてる。なんだろうね。そのキラキラは星一つですか、夜空の星一つ分ですか、二つ分ですか？それ自分で言っちゃうの。星の輝き、うん、そこ相手が評価するとこじゃないの。いや、自分にとってどれぐらいの輝きかなって。あ、なるほど、はい、その輝きは、そうだな、数字で言ったらいくつ分ですか、星。30個ぐらい。30個。基準がわからんから多いのか少ないのかわかんねえな。そうだね、これ。そうだね、じゃあ、あ、わかりました。あの、普段の傾向といくつ分ですか？これも基準わかんない。難しいな。わかんないね。まあ、星、夜空の星30個分。多いってことにしておきましょう。多いよ。なかなか多いんですよね。30個って言ってもね、星30個ですから。うん、30個分の星の歴史分の輝きがあるということですから、うん、それはもう相当すごいですよ、うん、もうちょっとリアクションしてくれないかな。私、はい、いや、うんうんって流されてるから。そこはシューマさんのね、話術でなんとか。話術、私を盛り上げる喋り方が、まあ難しいよね。そうですね。ちょっとメッセージ来てるので一つ読みたいと思います。はい、ククスタの皆さんへ、毎週聞いています。ユーストリームでも見ています、うん、はい、頑張ってください。ありがとうございます。今度サインくださいって来てますよ。サイン、あ、サイン、はい、すごい。サインまでもせがまれるようになっちゃった。あ、どうです、また出会い増え、また出会い増えますよ。そうですね、ククスタ出ることによって、ね、またいろんな人に出会えるかもしれないですね。そうですね、しのさん、そうですね、ここに来る前、ククルバナ来る前、どこにいた、何をやってたんですか？一般事務の仕事をしていました。じゃあパソコンとか得意なんですね、接客とかも。はい、好きで。接客はそんな得意じゃないです。あ、でも僕すんなり行きますよ、あの話しかけるの。しのさんには抵抗、話しかけるのにみんなしのさんにね抵抗感じないと思いますよ、うん、すっと行きます。すっともうすぐ仲良くなれると思います、しのさん、うん、ね。じゃあしのさんに言ってあげて、それを。あ、そうですね、しのさん、人と仲良くなるのとても上手ですね。あ、難しいです。人間関係が苦手です。はい、振られました。じゃあ今よりもっと上手になるんだ。そうだね、いや、全然できないので、これから通いながら、はいはい、いろいろね、学んでいけたらいいなと。すごいね、もうこれ、しのさんがね、上達する頃にはどんどん教えてになってから。そうですね、今後ね、皆さんで頑張っていきましょう。先に協賛読みたいと思います。はい、はい、この番組は有限会社琉球動力、はい、有限会社尾長電気工事、はい、有限会社新電設、新電設、有限会社大丸設備、はい、ハグ機構、ハグ機構、各社の提供でお送りしています。皆さんどうもありがとうございます。またお願いします。まだククスタッチ続きます。はい、続きますけど。けど私ごとをやるの。残りはシューマさんに任せようかな。なんか今日すごい私に対してライバル心むき出しなので。そんなことないですよ。なんかね、
いやライバル心出てるよなんか。はあ。なのでちょっと残り時間シュマさんにあげるよもう。あそうだな残りそういえばね次告知でしょ。うん国境告知はないので大丈夫ですよ。告知ないです。うん。じゃああ。じゃあそれぞれね告知やりたいことを告知しましょう。うん、なるほど。宮地さん、はい、絵本はどこで販売しておりますか。そうですね。あの BC ストリートにある、はい、あのアルテックさんっていう酒屋さんの、はい、ご近所にですね、はい、元直政クリニックが入っていたビルの、はい、あのレンタルボックス銀ちゃんさんで委託販売させていただいておりますので、うん、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。あどこですか。沖縄市ですか。あ沖縄市です。あそうですか。ここパークアベニューのからちょっと10分ぐらい歩くんですけれどもね、はい、へえ。そうですね。あまあ美香さんのねピーターさん、ね、お時間のある方はねみんなで言ってみましょう。はいよろしくお願いいたします。美香さんからピーターラビットの話をしても、うん、聞いてもいいんじゃないですかね。ちょっとねもう時間も押してるっていうかある時間があるのでちょっと次行ってもいいですか。うん、あはい。じゃあウィッチさん、そうですね、言いたいことはありますか。ざっくりだな。ざっくりそうだ。そうですね、これから頑張ります的な一言もらえれば、うん、そうですね。どうぞ。これから頑張ります。イエスそのまま言った。よろしい。そうですね、はい、ククスタではメッセージを募集しています。あ私がまメールアドレスは761@fmkoza.jp、はい、ファックスは 098-934-8653。 毎週金曜日11時半から12時まで生放送でお届けしています。鈴鹿さんもいますよ。はい来週のテーマは、はいじゃじゃん見てです。いや決まったわ。来週のテーマがですねあの沖縄に USJ ができるということで、うん、そうそうそう。もし何か USJ ができたら、うん、こんなアトラクションが欲しいなとか、そうそうそう、ちょっと皆さんでね意見出してみようかな、うん、ちょっとね経済の話もしてみたいなと思いましてですね。経済か。なので来週のテーマは USJ ができたらとなっております。はい、なので皆さん来週もよろしくお願いします。来週は、ど真ん中よぎさんやめてくださいね。私がやりたくてやってるわけじゃないからそんなね、敵向き出されても困るな。いやこっちがメインなのにそれちょっとこの辺この辺りどうにかしないと。すごいね、やっと21回目になってそれに気づくんだね。いやずっと気づいてたんですけどね。今さら本番中に言われても困るな。あと30秒ちょっと告知があります。ないです。告知があります。私、笑顔をやっております。そして次回、はい、本当もやっております。来週もよろしくお願いします。では本日のお相手は、いやちょっと先山シューマと話してるんだよ今。宮地理香と上地篠と、はい、ヨギナナでした。皆さんそれでは来週もなんて会話のタイミングのぶつかり合いが多いんだ。あまた来週。ちょっとねどういうことこれ。くくるばな何するところ。就労移行支援事業所って就職に向けた支援や訓練するところなんだよ。すごいね。でも大変そう。スタッフはみんなアットホームで楽しそうさ。いいね話聞いてみよう。お問い合わせは 898-6901。 心から話、心から聞き、心から笑う就労移行支援事業所くくるばな。クリスチャンのための祈祷院が恩納村希望が丘に誕生。祈りはクリスチャンの最大の武器です。信仰を一層の高値と引き上げます。全部屋個室対応、ゆっくり静かに乗れます。 983-3050 希望が丘祈祷院、心より歓迎します。100日記念の笑顔、七五三のおすまし顔、十三祝いのはにかんだ顔、成人式の背伸びした笑顔、大切な子供の成長を記した一枚の写真。330沿い黄色い建物が目印、第一スタジオはあなたの思い。